はいそれでは天平文化の最後ですねえ学問とか文学とか歴史書とかこういったところを中心に見ていこうと思います早速ですがラインナップですえ文学師匠と書いてあります古事記日本書紀記、まあ、作った中心トネリ神の若衆としての万葉集や漢詩集としての開封層ですねそれから教育機関としての大学国学こういったところを見てまいります はいそれでは天平文化奈良時代の文学史書まあ、歴史書なんかはまず中心に見ていきましょうまず歴史書に関しては何て言ったって古事記それから日本書紀ですねこの2つをしっかりまあ、セットでもあるしちゃんと2つを区別することも重要まず大事なポイントとしては古事記の記は言ね日本書紀の記は意図編漢字の違いをしっかり抑えるようにしてください712と720って 違いはありますすすけど8世紀ででねね奈良時代です、ね「古事記」の方は物語形式この「日本書紀」の方は「変年体」といって漢文なんかこれ中国の文章硬い感じなんですね。で正式な歴史書というふうな形で年表形式ですから何年にこういうことがありました何年にこういうことがありましたってねいうふうに書いてあります。そそしてのの古事記はととといいうう人物男という説と この「日枝のあれ」が暗記暗唱したものを「お」が名字「やすまろ」が名前これが出力ですちょっと前の時代の天武天皇の命令でもうバラバラになっちゃった定期休止っていうのがあったんですこの定期休止そのものはもっともっと前の時代からあった古墳時代ぐらいからあっただけど中身がちゃんと伝わってないからこれをもう一回まとめなさい「オッケー」ってこれが「日枝のあれ」。その日枝のあれが 暗記暗唱頭に入れたものをこの時代、実際文章を作るってそう簡単じゃないからおおの安麻呂っていう人物が冷枝のアレの話を聞いて、こう、まとめた、書いたこんなのが、古事記というところになりますちなみに、オの安麻呂の漢字、麻、ま、呂は違う漢字を学校でやった場合は、それでも全然構いませんけどねまあ、教科書とかには、こういう書き方が多いかもしれないとして、この字にしました そして、年表形式の、ちょっと硬い、真面目に、まあ、こっちも真面目ですけど、あの、歴史について書いてあります。日本書紀は、渡辺親王。さっきも出てきた、天武天皇の子で子供ですね。天理武士の部で、天武天皇の子供、渡辺親王が作りました。天武の子には、もう一人、刑部親王なんて有名人。これは、律令を作った人ね、刑部みたいに書いて、刑部親王、律令。渡辺親王は。 日本書紀を作った人なんだということで押さえておいてくださいそしてここから始まる立国史6個あるから立国史というものの始まりですね日本書紀食日本義と続くのこの一発目というところになりますそれから不動紀この日本食古事記に対して各地ですね諸国に命令しました自分のところの国の地理とか産物とか伝説伝承 こういいったものを記録しなさいと例えばこの地域は何でこんな名前なのかこんな地域にある言い伝えはこういうことをまとめろと。でね命令して作られたんだけどいっぱい当然あるはずだよ。全国に不時がたくさんあるはずなんだけれども全部が全部残ってるわけじゃない。でこれ5カ国のものしか残ってないでもその5か国っつってもほんのちょっと数ページしかないのもあったり。 ほぼ完全な形としてこれ「出雲の国不時」のみが漢文、完全な形として残っているというところポイントは全部が全部不時は残っているわけじゃなくて完全に近い形で残っているのは1個ぐらい出雲島根県ね出雲島根県ねこれぐらいしかないんだというところになります。歴史書書、まあ、ととと地地いいうのは地理そのののはは理そ域につててまとめてあるもの、まあ、なんでだって大事事なのは日本紀古事記 日本書古事記のこの2つをちょっとしっかり押さえてくださいはい続いてこの後ですね4番5番開封僧と万葉集開封僧と万葉集ポイントは漢詩ですこっち短歌和歌ですねいいっすかジャパニーズね漢詩は中国ですからチャイニーズいいっすか漢文の授業で五言絶句とか七言利詩とかね国破れて三がありみたいにやったりしない これが「開封層監視」で和歌とかは漢文じゃなくて国語の授業で言うと古文でやりますよねこれ日本の歌なんですまあ短いから短歌なんて言いますけどこの区別はしっかりそしてこの中国の漢詩集しかも「ぶっと字」で大事そうになっているところから思い出してください今やっている奈良時代天平文化は中国唐の影響が強かったまさにこれ中国唐の影響なんかが強く出ているものね。そして日本でこの後も 集は作られるんだけど今残っているものとしては最古これが海風葬ね懐かしい風と書いて海風葬近江の御船とか石神と書いて磯の神の崖継ぐなんていう人物が中心となって作ったと言われますこれが海風葬漢詩海風葬漢詩それに対して万葉集は和歌集ですねまあ短歌だけではないさまざまな聴歌などもあります大友の崖持とか山部の明人とか ポイントとしては覚えてるかな1個前の白鳳文化の時に歌人が「ぬかたのオきビ」とかねあれは同じ「万葉集」に集められてるけど1個前の時代の人。でまあその「万葉集」奈良時代にできますけれどもその時のの時時奈良時代の歌人とししてこういう人がいいがましたあとは約4,500別に「万葉集」っつっても1万個あるから「万葉集」ってわけじゃありません。よろずの人人いろんな人の歌集めてから「万葉集」ですね。 そしてまあ、この時代文字がこれ中国の漢詩だったら漢字使えばいいんだけど日本語を表記する文字がいわゆるカナっていうのがなかったんですひらがなカタカナとかが出てくるのはこの後の国風文化平安時代の中頃だどうするかっていうと漢字を使って日本語を表記なんて書いてあります万葉仮名もう当て字ですね 無理やり漢字を日本語の言葉に当てて例えばね最近あんまり見ないけれどもさなんかトンネルとかに暴走族の人がね夜に梅雨に死ぬ苦しいでよろしくみたいなそんな書いてあったりよろしくじゃないけれども無理やり当て字みたいので文章を作っている結構すごいんですよね、まあ、こんなんで作られていますあとは先森の歌とかまあ、何百何千ある中の代表例として地九州先森行くの辛いなぁなんて歌とかもうそもそも貧窮問答家 超貧しいんですけど貧乏で生活すごい苦しいんですけどってそんな歌を山の上のオクラ中国なんかにも遣唐使として行って帰ってきたぐらいのすげえ人なんだけどもこの人が農民の貧しさを歌うなんてていうねね問答家が残ってます、ね、なかなかすごいですよ教科書とかに載ってたりする資料を見る,る,を見るとね貧しいなんて世の中明るいって言うけど 僕にとっては世の中真っ暗で全然明るくないんですけどとかね、もうそんな歌が永遠と続きます。びっくりしますよね。これもう夜中までムチを持って役人が税金よこせビシバシでね、もうビシバシ夜でも税金よこせ叫んでいるこれ役人の声で全然眠れないんですけどなんてね見てるとめっちゃへこみますから、そんな貧しい歌を山の上のオクラが書いてる。 ちなみに言っときますけど山上のオクラは中国に遣唐使として行って帰ってきた超エリートしかも筑前神って国司ですから地元のナンバーワンめっちゃ偉い人彼は全然貧乏じゃなかったんだけどね彼がそんな貧しい歌よう言えんなと思いますけどこんなのを読んでたりしますここれれらがが奈良時代のの話ななんだよってていいうのを押さえてくれることと大事かなと思います。 教育見ていきましょう奈良時代天平文化の教育で、まあ、高校高等学校はもちろん教育機関ですし大学入試の場合はもちろん大学が教育機関であることを考えればこの教育がすごく大事っていうの分かってくれると思います実際テストでの頻度は教育相当高いですね一番最後にもやってますけど、まあ、最後大鳥すごい重要なところが出てきたと思ってください大学と国学つったってこれしかありません区別は中央都にあるのか 地方にあるのか、まあ、この都奈良時代の場合は奈良の平城京を想像してください。今、大学って犬走っていう大学全国にね。ありますけど、現在これこの時の大学というのは都にあるだけ。都の貴族の指定が学ぶ。ところで、庶民なんかは完全に対象外ですね。まあ、すごく身分の高い人だけが学ぶような。すごいところまあ、今の東大じゃないけどね。まあ、大学1校だけ都に。そして各地方には国学。 まあこの国というのは武蔵の国相模の国という国というふうにね捉えてもらって今でいう都道府県みたいなさ、まあ、そんなのが国学地方だということ大学が中央国学が地方大学が中央国学が地方これでしっかり押さえてくださいあとは図書館ですね最初の施設図書館として磯ののやかつぐ前にちょっと出てきた漢詩中国風の詩漢詩なんかでも出てきた「磯の神のやかつぐ」がこれで「 運転で発音しますこの「運転の運」は本当はこんな感じ「芸、ね」ゲーという字とは違うんだけどここが離れるんだけどもうここくっつけて「ゲーみたいに書いてある教科書とか、まあ、学校の授業とかあればそれはそれで最近そういう言い方もしますから,だから一応正確にはこれで「運転」と呼ぶんだよ。ということで「施設図書館」ねプライベートなライブラリー図書館これが「磯の神のやかつぐ運転」という形で押さえてみてください。 はいそれでは練習最後入れていくことにしましょうまいります歴史書として712年なんとかの出力によってなんとかがまず712年ということで古事記を入れて古事記でその古事記はこれ誰誰の出力まあこれ火枝のあれが暗記暗唱したものをを神よ字やす マロがこれ出力したというところになりますそれから七百二十年トネリ神の中心として何が編纂されたとありますね日本書紀。まあ、ポイントとしてはこの古事記の記は御音弁日本書紀の記は糸弁ね、まあ、この違いちょっと注意してくれというところでしたそれから現存最古の漢詩集 でですね、えー、漢ですねねこれが開封層と呼ばれるもの、漢詩集ですね。そして和歌集というところで万葉集。 あると。から律令時代の教育機関として中央に貴族の指定向けの何とかがそれから地方に軍事の指定向けの何とかが設けられたなんて書いてありますね中央に貴族の指定向けということで大学ですねそれから地方に軍事の指定向けの国学、ね、が設けられた、まあ、中央に中央に大学。 地方に国学、ね、それから大野安室らが「古事記」から舎ネリ親王らが「日本書紀」こんなセットで押さえてもらえるといいかなと思います。はい、ということで天平文化を見てままいりました、ね。奈良時代の文化を「天平文化」と呼ぶということ言葉としては有名なものが多かったかなと思うんですがそれをしっかり奈良時代 この後出てくる平安時代のものや前の飛鳥時代と区別それこそこの後もっとね後の時代例えばもう江戸時代とか明治時代勉強してもできればねああれ奈良時代だったなと思い出せるように時代と一緒に天平文化というのを一緒にね常に勉強する意識するそれを覚えるとこれを忘れないようにしてください。